国会で審議拒否を続ける自民党ですが、谷垣総裁は民主党が小沢幹事長の承認喚問などの要求のうち一つでも応じれば審議に復帰する考えを示しました。一つでもパッパッパッとやってくださるならば、私どもはいつでも審議に応ずる準備がございます。自民党は小沢氏の承認喚問など6項目の要求の実現を求めて審議拒否戦術を取ってきました。しかし与党側は自民党が欠席のまま審議を続け、他の野党も審議拒否には同調していません。こうした中で要求のハードルを下げた谷垣氏の発言には、国会戦略を描ききれない自民党の苦しさがにじんでいます。